隊からトラックを積み荷ごと回収してくれ。輸送トラックの現在位置は不明だが、これを護衛する予定の部隊を諜報班が捕捉した。 PF の護衛部隊はサバンナのノアブラガ空港跡、その北にある監視所に駐留中だ。まもなくターゲットと合流するだろう。まずはその監視所に向かってくれ。護衛部隊を追跡すればターゲットのトラックにたどり着くはずだ。ミッション領域内での回収を頼む。ターゲットの詳細は端末で確認できる。情報を見つけたな。端末でスキャンしてくれ。こちらで解析する。やったぞボス。これは輸送トラックの護衛計画書だ。端末に護衛部隊の予測経路を反映する。追跡してくれ。積み荷を調べた。中身は大別して2種。一つはドラム缶詰の銅鉱石だ。こいつが積み荷のほとんどを占めていた。だが護衛をつけてまで運ぶような代物じゃない。本命はおそらくもう一つの遮蔽容器だろう。中身はイエローケーキ。そう、核だ。核兵器の原料だ。エメリッヒが言っていたメタルギアを超える兵器もあるいは。だが核兵器を製造するには量があまりに少ない。分析の時間をくれ。なぜ連中がこんなものを厳重に運んでいたのか調べてみる。